いい仕事見つけてくれるよな、教頭も。この学院じゃさ、俺たち男は雑用係でしかないわけよ。まあな、けどいつまでもこのままじゃねえよ。ちょっと気をつけてよ。悪い、ひいきちゃん。男だけに掃除させるなんて不公平でしょ。だから手伝いに来たの。さすがひいきちゃん。あんたたち、響先生、何してんの？見ればわかるでしょ。掃除よ掃除。あんたたちだって来月からプール使うんだから手伝いなさい。そんな男の仕事やん。男性の仕事を女性がやったりしたら教頭先生に叱られますわ。あのね、男も女もないの。授業参観？そんなに驚くことはないでしょう。毎年この時期にやってるんですから。すみません、確かに我が校は寮生活のものも多いですから、授業参観は普段の学校生活を見ていただく良い機会ではあるんですが、なんといってもね、あの男が来ますからね。ええ、あの男が来ますから。もしもし。いや、学院長、徳川です。これは理事長。そろそろ授業参観の時期ではないかと思いましてな。学院長が日頃自慢されている女性による教育の成果を拝見させていただきますよ。我々男には真似のできない素晴らしい授業を行ってるんでしょうからな。恐れ入りますわ。日程が決まったらご連絡いたしますから。私のような男に連絡するのは億劫でしょうがね。当てつけがましい。また何か難癖をつけるつもりでしょう。男の教師を使わないのが気に食わないんですよ。ところで理事長が視察するクラスは？順番から言って今年は2年 I 組です。はい、静かに。今週の土曜日、うちのクラスは体育をやるから、家の人にちゃんと時間を伝えてよ。見てもらわなくていいよ、別に。ダメ！ギャラリー多い方が燃えるでしょ？ほら、ちゃんとメモして、メモ。浜松先生、教頭先生がお呼びです。職員室へお戻りください。ん？よりによって天は響のクラスだったなんて。学院長、他のクラスに変更しましょう。ずっと順番で来ているんです。そんなことをしたら逆に勘ぐられますよ。しかし、確かに天は先生には問題がありますが、全くダメというわけでもありませんしね。どうも学院長は天は響に甘いように思うけど。教頭先生、何か。天和先生、今度の授業参観のことで大事なお話が。はあ。おお、授業参観。そう、今週の土曜日。薄汚い格好したら響ちゃんには悪いじゃん。じゃね。じゃね。おお、兄さん、かかってんだろうね。何が理事長だ。授業参観は教師の晴れ舞台、決めてやろうじゃないの。ひびき先生。あ、クズハ。クズハ、大丈夫？ありがとう先生。一人？みんな部活だから。そっか、
じゃあ一緒に帰るか。なんか先生張り切ってるみたい。そりゃそうよ、教師になって初めての授業参観だもん。頑張ろうね。はい。クズハンチは誰が来るの？あ、うちは誰も。え？お父さん仕事でずっと海外だし、お母さんは私が6歳の時に死んじゃってるから。ごめん。あ、全然全然、もう慣れっこだし、私授業参観好きです。気にしないでください。浮かれちゃって生徒のことに気が回んなくて。あいついつも笑ってるのな。って落ち込んでばかりもいられないか。準備準備。ばあちゃん、土曜日までに大人用のジャージ30着ぐらい用意してもらえるかな。何するんだい？俺流の授業参観。授業参観？ひー、失礼、つい。参加しない手はありませんね。体育ですからグラウンドですね。こちさん、レジャーシートは？ある。では行きましょうか。はい。あの、学院にご用ですか？授業参観に来たんです。です。しかし参観は午後からですが。早く行って場所を取るんですよ、当然でしょう。失礼ですが、父兄の方ですか？父兄です。です。逃がさないよ。危ないよ。でも写真が。写真？あ、お母さんの。だから。分かった。痛かったね、森ちゃん。あんたたちには私がしっかり償わさせてあげるよ。クズハ、ごめん。大丈夫です。クズハ、見かけより強いんだね。クズハはいつも笑っていられるなんて。昔は泣き虫だったんですけど、お母さんに言われたんです。いつも笑顔でいなさいって。だから。あいまいにストロベリーエッグ。クズハのやつ、本当は寂しいはずだよな。写真だけでも授業参観だったんだから。このままじゃつらい。あ、ばあちゃん、調べてほしいことあるんだけど。うん、うん、よろしく頼むよ。
いやー、学院長、いい授業参観日和ですな。毎回おいでいただくなんて、理事長の熱心さには頭が下がりますわ。教師が女性ばかりでなければ、私ももう少し安心していられるんですがね。さて、今回のクラスは2年 I 組でしたな。ええ、体育をやります。ほうほう、美穂、頑張りや。うわ、想像以上や、恥ずかしい。藤尾、ファイト。あまり無理をしてはいけませんよ。はい、でもお母様、大丈夫ですわ。どうも失礼します、仕事中なもんでして。たく、何あれ、お前の親父何やってんの。探偵。はあ。ん、はい、みんなお待たせ。では授業を始めますが、その前に、我が校は体育にも力を入れておりまして、ご父兄様はこのジャージに着替えてください。一緒に授業に参加していただきます。アンバー先生、何をバカなことを言ってるんです。体育の授業は見ているだけじゃ分かりません。生徒がどんな授業を受けているか体感してほしいんです。そんな無茶苦茶な。いや、面白そうじゃないですか。やりましょう。理事長、うちもやりますわ。なあ皆さん、この先生の言う通りや。やってみな分かりませんって。やってみますか。どうしましょう、できるかしら。こんな授業参観前代未聞だわ。たらーん、うちもブルマまだいけるやん。うわ、恥ずかしい。負けんぞアキラ。やっぱさっきの格好変装だったのか。さすが探偵。はい、準備はいいですか。今日はみんなでマラソンをします。文句言わない。それじゃあお父さんお母さんもついてきてください。さあ行きましょう。皆さん行こうぜ。やっぱりロングコースになりますからね。辛くなったら無理せずリタイアしてください。親子でマラソンか。クズハ、どんなに遅くなってもいいから、あなただけはリタイアしないでついてらっしゃい。いいわね。美穂、負けんで。もし考えよう。おか、パパ、タバコやめた方がいいよ。そうだな。よ、マコト。シロ。もうしっかりしてよ、お父さん。お父様、お母様、大丈夫ですか？ああ大丈夫ですよ。でも一休みしますか。はい、一休みします。一体なんだよこのコース。アギラもう行くだろ。ああ大丈夫か親父。ああ、ちょっと足がもつれただけだよ。うん、素晴らしい。これぞ親子の触れ合いじゃ。こんにちは。
リーは良くないぞ。燃え尽きたぜ。ウーコ、この浜辺どこかで。ファイト、フーコ。着いたよ。先生、なんでこの場所のことを。ちょっとね。じゃ始めようか、授業参観。え、あ、ふうこ、ふうこ、あなたが泣いていたら他の人も笑えなくなっちゃうわ。いつも笑顔でいなさい。お母さんは風子の笑顔が一番好きよ。わかった？じゃあ笑って、もっと笑って、もっともっと。いい子ね、風子は。お母さん。先生、授業参観の続き、よろしくお願いいたします。授業でした。ああ、福江も一緒に参加し体感する授業参加、気に入りましたよ。あのアマーという教師、女性にしては実に面白い。ちょっと頑張らせすぎちゃったかな。